社会党は、ポルトガルの社会民主主義政党。社会主義インターナショナルと進歩同盟加盟政党。中道右派の社会民主党と共に、ポルトガルの二大政党を成す。1973年4月19日、西ドイツのバート・ミュンスター・ライフェルで結成された。当時のポルトガルは、エスタ・ド・ノボと呼ばれるファシズム政権だったために、国内では活動できなかった。 初代初期長にはマリオ・ソアレスが就任した。1974年4月、リスボンの春と呼ばれるポルトガルの民主化革命によって独裁政権が倒れるとマリオ・ソアレスらが帰国し臨時政府に参加した。そして1976年4月の総選挙で PS が勝利してマリオ・ソアレスが首相に就任1978年まで務めた。 1983年にはマリオ・ソアレスが首相に再び就任した。しかし1985年の総選挙で敗北した。あとは1995年の総選挙で PSD に勝利するまで野党となっていた。1995年から2002年までアントニオ・グテーレスが首相を務めた。2004年10月、ジョゼ・ソクラテスが初期長に当選。 翌5年2月の総選挙で勝利し、ジョゼ・ソクラテスが首相に就任した。続く9年9月の総選挙では過半数を下回ったが、第一党を確保し政権維持に成功した。緊縮財政案の否決を受けて、任期を2年前倒して行われた2011年6月5日の総選挙では PSD に敗北し、ジョゼ・ソクラテスは初期長辞任を発表した。 同月15日に、シルバ大統領が、ペドロパソスコエリョ PSD 党首を首相に指名した、ことで、PS は野党に転落した。2015年10月4日に行われた、総選挙の結果、社会民主党が過半数割れし、協議の結果左翼ブロック、共産党、緑の党の左派賛成党からの格外協力を得る、ことに成功。11月24日、 シルバ大統領により、アントニオコスタ初期長が首相に指名され、4年ぶりに与党に返り咲いた。2019年10月6日党開票の総選挙では、社会党が改選前より22議席を増やして第一党となり、コスタ政権が信任された。ありがとうございます。